皆さんこんにちは、ぼっち情熱応援団団長です。本日はチューダーブラックベイプロの実機レビューをお送りしていきます。チューダーはロレックスの兄弟ブランドとして1926年に誕生。もともとはロレックスの外装パーツをそのまま使用して時計作りを行っていましたが、現在は独自のポジションを確立。ロレックスとは異なるチャレンジを続け、多くのヒットモデルを生み出しています。ブラックベイプロは2022年に発売された新しいモデル。 39mm 系のケースに GMT 機能を有したムーブメントを搭載し、ベゼルには24時間のスケールを刻んだツールウォッチです。今回ご紹介するモデルはメタルブレスレットを装備したバリエーション。いかにもな道具感がかっこいいモデル。程よいサイズと十分なまでの実用性能を備えたおしゃれなツールウォッチ。ヴィンテージ調のフェイスデザインにもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに時分秒の三振と24時間で一周する GMT の針、3時1の小窓には日付表示があります。搭載される機械は MT5652、 スイスクロノメーター認証を受けた高精度な自動巻きムーブメント、70時間のパワーリザーブを有し、かつ高い対衝撃性をも持つ実用性能に優れる名機です。リューズでの操作は長針の調整と短針の単独操作が可能。 GMT の針は長針と連動して動きます。日付のクイックチェンジはついておらず、短針を回すことで日送りする構造になっています。リューズは大きく非常に操作しやすい。24時間スケールのベゼルは固定された無回転タイプ、防水性能は 200m あります。続いて外装デザインです。リューズにはチュードル時代の旧ロゴであるバラの紋章が刻まれています。ケース素材はステンレスチール製、サイズは 39mm 径 14.6mm 厚。ミドルケースが分厚く、風防と裏蓋が薄いデザインはチューダーブラックベイに共通するデザインコード。またミドルケースは表面にも面取りが施されており、ポリッシュ仕上げをすることで高級感を演出。ベゼル外周にも薄い面取りとポリッシュ加工があり、ツール落ちながら決して雑な作りでないこともよくわかりますね。ブレスレットは3連コマのリベット止め風、兄貴分であるロレックスが1960年代前半に作っていたものへのオマージュで、現行品は実際にリベットで固定されているわけではなく、あくまでデザインのみという仕様です。バックルは片開きタイプ、ダブルロックになっており、誤ってぶつけてしまった際にも外れにくい設計。風防はサファイアクリスタル製、ここも60年代を彷彿させるプラスチック製の風防をイメージしたデザイン。文字盤は微細な粒子を表面にまとわせるグレイン仕上げ、マットな質感のブラック文字盤の中に白い針を際立たせ、高い視認性を実現しています。ご覧の通り、反射が発生する角度においても時間が読めなくなる瞬間はほとんどありません。金属の縁がなく盛り上がったデザインのインデックスはモノブロックのセラミック製、夜光塗料が含まれているため夜間は表面のみならず立体のまま光ります。そして恒例リストショット、手首周り 16.5cm、 幅 5.4cm の場合、 39mm 径 14.6mm 厚というチビ厚設計。ミドルケースが厚く裏がフラットに近い形状なので、腕の上に鉄の塊がちょんと乗っている感じがなんとも愛らしい。個性的ながらも決して悪目立ちすることはないデザインなので、ビジネス用の時計としても活躍してくれることと思います。ヴィンテージ風のデザインなので、トラッド系の服装にはバッチリハマるでしょうね。またミリタリー系の服装や登山ウェアにも間違いなく似合うでしょう。服に似合うというだけでなく、タフな時計ですから、実際の登山時に使用していただいても何ら問題のないスペックです。兄貴分のロレックスにエクスプローラー2という同機能のモデルがありますが、このブラックベイプロはそれよりも 3mm ほどケース径が小さいというのもポイント。その小ささがまたヴィンテージ感を引き立てているのです。以上、本日はチューダーブラックベイプロの実機レビューをお届けいたしました。こちら現行品につき、この動画撮影時にはブティック等で新品での購入が可能です。価格は2024年10月現在のもので、メーカー価格59万700円。この他にもレザーストラップとファブリックストラップのバリエーション展開があります。気になった方、ぜひ実機で確認してみてくださいね。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。